昔からだろうね。あ、昔の自販機がほんまにその当時のあれが。二宮金次郎。二宮金次郎、わかる。わかります、わかはい、というわけで今回は岡山県と香川県の間にあります吉島にお邪魔させていただこうかなと思います。1989年の瀬戸大橋が開通するまでは車では行くことができませんでした。そして今回そんな吉島を歩いて散策しようという企画でございます。この吉島の歴史も結構長いそうで見応えがあるかと思います。最後までよろしくお願いします。吉島に来てます。これは香川県になるんですね。岡山県と香川県の間ぐらいなんですけど、まあ、香川県になるということで、ここは昔ね、すごい栄えてたんですよ。瀬戸橋ができた時に、フィッシャーズマンワークっていう名前かな。フィッシャーズマンワーク、ドライブインじゃないけど、そういう場所があって楽しめる遊覧船乗れたりとか、はいはい、で、なんか年間に350万人ぐらい来たという、ね、今となってはもう何もなくてっていう吉島の歴史があって、もともとはなんか結構ね栄えてたんだけど、今はもうほんまに人いなくて、でもまあその街歩き的な感じで、行ける場所が何個あって、でも普通の車では入れないらしくて、あ、地元の車しか、そう島の人しかとか、島の人とかそのやっぱなんか関係のある人しかその車の乗り入れできないけど、まあなんだろうな、歩いては行けることができて、別にそれは何も問題はなくて、そのバスとかもあるし、バスで行くかここに止めて徒歩で行くか、どちらかの選択肢があって、一般の人は。なるほど。もしかして今日は徒歩で、もちろん。本当ですか？本当第二駐車場までは行けるらしくて、今日は第二駐車場に。それが第二駐車場。でも釣りする人くらいしか通らないからね、大体そう。これって言ったら。ただ釣るんされたら。なんか結構ね、釣りする人は行くみたいな。はい、というわけで吉島の町に到着しました。
やはり昔ね栄えたということで、いろんなっていうものはないんですけど、まあなんかそういう感じがするんですよね。あの橋とか人気者です。うん、建物が。なんだこれ。え、吉島水郡。あ、水産系、あ、うどんとかそういう。もうなんか器が置いてありますね。うん、多分うどんとかだよね。あ、うんって書いてある。多分うどんとか。いや。今となってはという、もうこれ市が管理してんだね。あ、そうなの。あ、そうだ。よー、ここは昔の自販機が、ほんまにその当時のあれが、ちょっと開けてきましたね。うん、多分これ釣り系だと思うね。広いね、やっぱりこの、まあ、ここに止めて行ってたわけだから。いや、1時間には1本来ないです。まあでも岡山の県北よりはまだマシだから、ね、だってお酒とか売ってた感じの場所があって、その隣には、はい、こちらがね中学校になるわけですけども、2008年に中学校と小学校は、廃校されたようですね。で、今現在ではその中学生までは四国本土へのバス通学をする場合には交通費の 95% が補助金で賄われるようですけれども、高校生以上はそういうのがないということになっております。これがね、バスとか、まあその警察車両とか島民とかが入れる、多分パスカード、カードみたいなの入れるんだろうね。吉島バスストップ入り口。はい、こちらのゲートなんですけども、普通のゲートとは違うということで、ちょっとご紹介しておきたいなと思います。これ島の入り口というかゲートなんですけども、一般車両進入禁止って書いてあるんですよね、まあ、もちろんこの裏側も書いてあって、まあ、どういうことかというと、まあ、こういう感じで、ね、カード専用のカードを入れないと入れないという仕組みになってまして、向こうも多分一緒だと思うんですけど、バスとかそういうのしかできないっていう、ちょっと変わったというか、まあそういうことですね。就航記念の石が石なんですけど、まあいろいろ書いてるんですよね、そこ長々と。ですね、その昔はこの
島とか周辺の島とかそういう定期便みたいなのがなくて、結構ね特別なことが起きたりとか、その例えば病気になったりした場合とか、じゃあどうするかっていう話になっててなったりしてて、でその際にね定期便みたいなのを作ろうみたいな感じでなって、なんかこの船がなんかその初めて就航したというためのなんかその記念碑みたいな。それまでは全然その船とかは全然なかったみたいで、その定期便で。これがあるおかげによってそのいろいろと栄えていったというようなかね。これ絶対昔のやつっぽいね。12時43分。ちょっとあの学校がね。あれ学校なんですか？学校。結構ね見晴らしの良さそうな場所にありますね。学校が。ちょっとあそこまで行ってみましょうか。はい、瀬戸橋のね真下がお家ということでね、瀬戸橋はね電車が通るんですけども、時折ちょっと大きな音が聞こえるんですけども、やはりこの瀬戸橋の、騒音に配慮して、電車のねその車輪の騒音具合も、改良されているということになっております。後で通ってみようか。海出市立吉島小学校と吉島幼稚園行ってみましょう。普通に入れるの？そうですね。ちょっと少なってる。そうですね。二宮金次郎。二宮金次郎、わかる？わかります、わかります。はい、というわけでこちらねすごい景色のいい場所ということで、結構ねカメラを撮る方がおられるようですね。まあ、こちらなんですけども、小学校のは解体されまして、今は体育館と給食場かな、あとは幼稚園がまだ残ってる、休園という形で残ってるようですね。ね、関係のあれかな。この中に入ったらあかんらしいね。この辺はもう普通の道になってるみたいな。もう郵便局があるじゃん。あ、やってる。これだ。これ結構
構なんか有名らしくて。こちらなんかいろいろブログとかですごい有名なバス停なんですね。ちょっと年季が入った。ちょっと中入ってみましょうか。はい、こちらが以前から気になっていた噂のバス停です。待合室はね、こんな形になっております。このブログとかあの SNS で結構人気を、浴びているというバス停です。これがもうバス停っていうね。ね、すごいなこれ。あ、でもなんかほんま船みたいな。なんかあるね、灯台。こちらの灯台なんですが、1872年明治5年日本の灯台の父と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンという方に設計されたということです。瀬戸内海で最も古い近代灯台で、約150年にわたって付近を通る船舶の安全を見守ってきたというわけですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。立ち入り禁止なんて書いてある。あ、立ち入り禁止だね。灯台を知ってほしい。入れないからこの代わりにこの QR でってことね。あれが小与島っていう、小与島っていうなんかちっちゃい小与島みたいな名前あって、渡船で行かないとね、チャーター船みたいなので行かないといけない場所で、このいないみたいだけどね。昔なんか採石場みたいなのがあるんだけど、このね、あの洋館みたいなのはなんかホテルだったらしいけど、今やってないらしくて。そうだね。いや、この横しに道があったと思う。自転車からね、アウトから。どうぞ。あ、そうそうそう、その上。昔からだろう。お地蔵さんが右にある。よいしょ。あ、そう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 、もう戻ってくる。いや、もうこの辺はもうほとんど、はい、というわけで、あの今日はね、あの与島という場所に来た、今歩いてみました。吉島って言ってもその普通に家があるねエリアなんですけども、まあいろいろその見どころというか、その瀬戸大橋を、もう瀬戸大橋の下で
とあと見ることができるということで、またね、機会があれば皆さんぜひ行ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わります。はい、ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。